皆さんこんにちは、不動産テックコンサルタントの牧口です。まずはですね、本題に入る前のお知らせなんですけれども、先日7月13日ですね、静岡銀行様と弊社との共同開発プロジェクトについてのリリースを出させていただきました。2019年11月からですね、開発をスタートして、今年6月にようやくですね、本格運用でローンチしたのが、今回発表させていただいた、静銀インベストメントプランナー。まあ、略称 SIP ですね。こちら、静岡銀行様のニュースリリースの本文なんですが、首都圏の賃貸不動産投資に活用する AI 不動産シミュレーションの本格運用開始ということでですね、SIP に搭載されている収益不動産の将来空室率や、賃料の下落などのリスクの可視化、あとは収益パフォーマンスの解析などの機能を活用していくというふうに発表されています。SIP では静岡銀行様の審査ロジックなども組み込んだ形でカスタマイズをしていまして、収益不動産の融資審査の質の向上にも活用していくということで、駿河ショック以来、不動産融資審査の高度化が求められていましたが、その第一歩となるシステムがようやく世に出たわけです。プロジェクトのきっかけは2017年に弊社が登壇したクロステックイノベーション2017というイベントですね。こちらは、福岡銀行や北海道銀行、沖縄銀行といった地方銀行様主催のピッチコンテストで、各銀行の頭取などもですね、参加されたイベントだったんですけども、福岡銀行様が主催する会でですね、最優秀賞を弊社が受賞して、まあ、結果、静岡銀行様ともお近づきになったっていう経緯ですね。明けて2018年の駿河銀行の問題が起こって、地方銀行の不動産融資に対する金融庁の要請が厳しくなってきた背景もあって、融資審査の高度化を検討されていた静岡銀行様と協議を重ねるようになった結果、2019年には資本業務提携も提携させていただき、並行して静岡銀行各部署様と調整して開発プロジェクトの土台作りを行ってきたという経緯です。で、今回はですね、ファーストフェーズなので、今後もですね、静岡銀行様の開発プロジェクトは引き続き行って、都度リリースをさせていただく予定になっています。さて、不動産投資のマーケットもですね、徐々にテクノロジーの活用が広がってきている現状ですが、そこで重要になってくるのはデータです。データがきちんと整備されていないと、人工知能とは言っても何もできないので、いかにデータを整備していくかっていうのがですね、テクノロジー活用の大前提となるわけですね。そこで、今日の動画のテーマはですね、不動産データと不動産 ID の現状と課題という内容でお送りしていきたいと思います。日本の不動産データの透明性が低いというのはですね、まあ長らく指摘され続けてきた問題なんですね。こちら、ジョーンズ・ラングラサールのグローバル不動産透明度インデックスの最新版なんですが、不動産の透明性は日本は14位となっていて、前回2016年版の19位から躍進して、一見透明性が高まったような印象を受けると思うんですが、実はそういうわけではないんですよって話ですね。で、この不動産透明度インデックスっていうのは、いくつかのサブカテゴリーで評価されてるわけなんですけども、2018年の調査では、こちらの6つのカテゴリーで評価されることになりました。で、このサステナビリティという項目は、2018年版で新しく追加されたカテゴリーなんですね。そして、日本がランキングが上がったというのは、実はこの項目のおかげなんですね。日本はグリーンビルディングなどの先進的な取り組みによって、サステナビリティカテゴリーでは3位というふうに評価されたわけですが、実はこのカテゴリーがなかったら総合ランキングは実は21位になっていたはずで、逆に透明性が下がっているっていうまとめになっていました。特に評価が低いのがこの3つの項目で、上場法人のガバナンスで31位、取引プロセスで35位、市場ファンダメンタルズで36位にランクされています。上場法人のガバナンスでは、一般企業が所有する不動産に関するデータが市場にまず公開されてませんねと。で、取引プロセスでは、日本の登記システムは正確性と対象範囲の点で評判は高いんですけれども、登記簿等本に取引価格に関する情報が含まれてませんと、さらにテナントの料金に関する情報がないというふうに指摘されています。登記簿に関しては補足が必要だと思うんですが、日本以外の先進国とか新興国では、登記情報に不動産の取引価格が記載されていることが多いんですね。一方で、ご存知の通り日本ではそうなっていないという指摘です。最後に市場ファンダメンタルズでは利用可能なデータが非常に少ないと指摘されていて、例えば非上場ファンドのインデックスがないですよねっていう話なんですよね。じゃあ海外ではどのような情報管理がなされているかっていうと、こちら以前別の動画でも解説したんですけども、アメリカの MLS で説明していきたいと思います。アメリカのマルチプルリスティングサービスでは様々な情報が紐付けられて公開されています。
例えば物件の販売価格の履歴だったり、税金情報、登記情報、洪水マップ、デモグラフィー情報、周辺の学校の情報、まあ、その他民間調査会社によるマーケット情報などですね。で、今アメリカには640の MLS が存在していて、複数のカウンティー同士でですね、MLS を共有するような仕組みが整備されています。で、MLS のシステムを提供しているのが、まあ、コアロジックとかで、こちら上場企業なんですけども、コアロジックについてはですね、また後日別の動画で解説していきたいと思いますので、本日は割愛します。アメリカではこうした不動産データが公開されていて、不動産エージェントやテック企業などに、まあ、開放されているからこそ、透明性ランキングで総合3位みたいな状況なんですね。まあ、結果、一般の消費者もみんな相場感がわかるし、過去の取引価格もわかるという状況なので、不動産業者が価格をごまかすみたいな、まあ、まさに駿河の問題の時のカボチャの馬車の問題みたいなものは起こらないわけです。では一方で、日本の不動産データはどうなっているかについてですね、まあ、詳細に説明していきたいんですが、不動産ビジネスに関わっていない方には意外と知られていないレインズについてですね、まずは解説をしていきたいと思います。レインズというのはですね、宅建業法に記載されている指定流通機構で、一言で言うと不動産業者間の情報共有データベースなんですね。リアルエステートインフォメーションネットワークシステムの頭文字を取ってレインズなんですが、もともと全国にはですね、106ぐらいの指定流通機関があって、それが統合されて、今では結果4つの機関に集約されています。東日本と中部、近畿、西日本の4つですね。ただ、まあ、レインズの中でもですね、データ項目の整備などはそれぞれバラバラです。東日本と中部だけが同じデータ項目で、まあ、近畿と西日本がそれぞれ別の仕様になったかな。で、そのレインズなんですが、不動産業を営む場合、仲介において専属専任媒介、専任媒介という契約の時に、売り出し情報とか貸し出しの情報をレインズに登録しなければいけないって決まりになってるんですけども、ではじゃあこれがアメリカの MLS のような不動産データベースかっていうとそうではないんですね。まあ、レインズというのはあくまでも売り出し希望や貸し出し希望のリストに過ぎないので、不動産のデータベース、つまり個別の不動産ごとの固有の ID が振ってあって、その ID に紐付ける形で様々なデータが管理できるような仕様にはなってないわけです。まあ、それ以外にもですね、まあ、多くの問題点が指摘されていまして、レインズには一般売買の物件とか売り主物件とかのデータの登録はされてませんし、当然公的不動産の、まあ、情報などもないわけですね。で、まあ、ハザードマップとか学区情報、インフラ情報なども当然ないと。で、建物の修繕履歴とか検査履歴みたいな情報もないと。税金情報も当然ないと。で、登録が義務付けられている項目自体が、まあそもそも少なくて、登録必須項目って5つしかないんですよね。売り出し価格と占有面積と住所と間取り部屋数、あと取引形態。この5項目だけです。さらにはですね、MLS が契約後24から48時間以内の登録義務付けているのに対して、レインズは1週間から2週間単位の登録なんで、情報の鮮度も悪いですし、もっと言えばデータ公開の API すらなくて、データ分析などの二次利用が規約によって認められていないみたいな、そういう問題点が存在しているわけです。必要最小限の情報が載っている募集リストに過ぎないので、だからさっきも言ったみたいな不正融資みたいなことが日本では起こっちゃうわけですよ。データが整備されてないし公開されてないわけなので。もちろんこうした不動産データについての問題意識というのは長らく指摘され続けてきていて、対策もいくつか取られてきました。例えば、レインズがインターネット対応したのが1999年なんですけども、その後2001年の小泉内閣での総合規制改革会議での答申を受けて、2004年3月19日にですね、規制改革、まあ民間開放推進3カ年計画っていうのが閣議決定されて、ここで不動産取引価格の開示についてですね、触れられたわけですね。で、その流れの中で2006年に不動産取引価格情報提供制度っていうものが作られてですね、アンケートによって不動産取引当事者から取引情報を集めようという取り組みがスタートします。で、まあ、ただこれあくまでもアンケートなんで、やはりデータの集まりっていうのは芳しくなくて、十数年間運用してるんですけども、まだ全国で360万件ぐらいのデータしか蓄積されてないんですね。だから東京であっても年間で1駅ごとに1件から3件ぐらいしか登録されてませんし、当然全然データがない駅の方が多いわけです。もっと言えば、住所がすごい丸められちゃってて、物件が特定できないので、これビッグデータとしては使いようがない仕様になってるわけですね。で、続いて次に作ったのが2007年のレインズマーケットインフォメーションということで、これアンケートではなくて、レインズに登録されている製薬価格を公開するっていう目的のサイトが構築されました。ところがこれも使い物にならない仕様で泣きたくなるような代物なんですね。物件が特定できないのは同じなんですけれども、まず広さが20平米刻み。築年が2年刻み、取引時期も2ヶ月刻み、
駅からの距離に至っては5分刻みということで、これで一体何がわかるんだっていう意味不明な、まあ、情報開示の仕様になってしまっているのがレインズマーケットインフォメーションです。まあ、例えばですね、不動産の価格なんてご存知の通り、ブランドでも大きく違うのは、まあみんな当たり前知ってる事実ですけれども、徒歩5分圏内にはですね、パークマンションシリーズもあれば、ガーナマンションシリーズもあって、ライオンズマンションシリーズもあるわけですね。それが10波広がるだけにまとめられていて、20平米刻みで、まあ単価が出てると。で、これ見て、まあ消費者の不安どうやって払拭できるのかっていうのをですね、小1時間ぐらい問い詰めたい感じになってしまってるわけですよ。で、改めてということで、2011年の不動産流通市場活性化フォーラムというところで、また同じ指摘がされるわけですね。まあ、消費者にとって必要な情報が整備されてないとか、製薬科学情報の整備が必要だとか、レンズシステムの見直しが必要だみたいなことが提言されて、じゃあということで2012年にですね、不動産流通市場における情報整備のあり方研究会っていうのがまた立ち上がったわけです。で、そこで不動産の情報ストックを整備していこうという流れになって、不動産取引に必要な多くのデータですね、アメリカでの MLS のような履歴情報だったり構図だったりインフラ情報みたいなものを見える化していこうということの流れになって、製薬価格も教育化していこうという、課題が改めて定義されて、これが2014年の不動産に関わる情報ストックシステム基本構想につながっていくわけです。で、この不動産に関わる情報ストックシステムの基本構想では、物件の過去の取引履歴だったり、修繕履歴だったり、ガス、電気、上下水道といったインフラ情報、法令制限、ハザードマップ、周辺の公共機関とか学区情報、周辺の不動産相場といったものを、レインズとか行政機関から集めて、それをレインズ経由で宅建業者やポータルサイトに提供していこうという構想がようやく打ち出されたんですね。これでやっと一歩踏み出したということでですね、みんな注目したわけです。で、そして2015年6月にですね、不動産総合データベースということで、横浜市で試験運用が始まって、静岡、大阪、福岡で試行運用を行うことになってました。2016年に予算6600万円、2017年にも同じく予算6600万円、2018年には予算9600万円ということで、2億3000万ぐらいの予算を使ってですね、日本ユニシスに開発運用を委託して、2018年にいよいよ本格運用が始まりますという計画だったんです。で、その後どうなったかって話なんですけども、計画は伸びてですね、2019年に不動産総合データベース事業の実施に向けた事業者選定委員会というのが立ち上がって、2020年7月現在ではですね、不動産総合データベースは一旦ペンディングっていうステータスになってしまってます。国交省にも聞いたんですけども、見解としては民間でいろんな情報提供する様々なポータルサイトが出てきてるので、今更国交省がやる意味ないんじゃないかと。なので不動産総合データベースの必要性が、あるかないかということを改めて検討するということで、ペンディングになってるわけですね。もう二重投資が無駄になるって話なんですけども、これ多分言い訳で、おそらくは自治体との交渉が難航したからではないかというふうに見てます。こちらですね、行政データのデジタル化の状況なんですけども、全体の 30% しかデジタル化がされていなくて、7割は紙ベース管理という現状があります。だから不動産の調査ってのは大変で、不動産の調査で各省庁に行きまくらなきゃいけないっていう現状なんですよね。水道管の引き込み状況は水道局に行かなきゃいけないし、固定資産税の効果証明書の電子閲覧できないんで、税務署行くしかないし、開発情報確認も役所とか、法定点検書類は消防署とか保健所に出向くっていった感じで、とにかく役所に行きまくらなきゃいけないっていうのが不動産取引の現状なわけなので、だから調査時間に5時間とかかかるわけですよね。とりあえずそれなんとかしようってことで打ち出されたのが不動産総合データベースだったんですけど、それが今頓挫してるっていう状況ですね。民間で情報提供してるとは言ってますけれども、ハザードマップはともかく税金だとか構図だとかインフラ情報だとか、それ以外の公的な情報を集約してる民間サイトなんてそもそもないですからね。2004年以来16年間ずっと指摘され続けてきてるものが、ちょこちょことその場しのぎな形で対応されてきたのが現実で、不動産データの整備っていうのが全く進んでないっていうのが今のステータスなんです。国土交通省が何もやってないっていうことを言いたいわけじゃなくて、きちんと決まったことは手順通りに対処しようとはしてるんですけども、何せ利害関係者が多すぎて、結果総論 OK 各論反対みたいな感じで骨抜きになってしまってるっていうのが実情なんですよ。じゃあどうすればいいかっていう話なんですけども、だったら民間でやるしかないですよねっていうのが結論になります。例えばアメリカの MLS っていうのは実はこれ民間団体なんですよね。もともと1800年頃に、カリフォルニア不動産業者同士が集まってデータの共有しようってところがスタートしたのが、これ MLS の始まりなんで、それが全米に広がったわけです。長い長い時間をかけてですね、標準化を進めつつ、法廷闘争とかもあって今に至ってるわけですよ。
まあ、日本でもですね、まあ、国にしかできないことは国に任せて、まあ、それ以外は民間主導でやる方が何かとスピードが早くできると思ってます。例えば不動産 ID の設定ってのはですね、これいい例で、これまともにやろうと思ったら利害関係がぐっちゃんぐっちゃんの不動産業界の中ではやはり難しいと思います。べき論で言えばですよ、指定流通機構であるレインズが個別物件ごとに ID を付与していって整備するのが筋なんですけども、これまでの経緯を見てきた立場からすると、まあ、そうした動きには絶対ならないなと思うわけで、まあ、レインズも来年またシステム改変がなされるわけですけども、まあ、中の人の話によるとですね、まあ、SI ベンダーに高いお金払ってほとんど現在と仕様が変わらないという状況も聞いていて、まあ、CSV のダウンロードもできなくなるみたいなことが発表されているわけですね。まあ、別途 API などを検討するっていうことをまあ言われてるんですけども、どうなるかわかりません。さて、話を戻すと、不動産 ID なんですけども、当初2005年の不動産登記法改正の時にですね、登記簿登法に不動産番号を入れるって話になって、あ、これが不動産 ID になるのかってことを期待されたわけなんですけども、まあ、結果、ただのランダムの整理番号に過ぎないものにされちゃって、メンテナンスを考慮されてないような仕様になってしまいました。で、ID 基盤としては、まあ、活用することは全然想定してません。単純にオンライン化に対応するだけで、ID 基盤として活用することは当初から想定してませんでした、みたいなことでですね、まあ、本当に縦割り行政だなという状況だったわけです。で、それを受けてですね、まあ、ID どうしようかってことで、2008年に国交省の方でですね、研究会が発足して、検討もなされたわけですが、まあ、これらが諸外国の現状整理と課題の整理で、そのまま話が立ち消えになってしまっています。まあ、不動産 ID 難しいですよ。諸外国でも統一されてませんからね。アメリカでもなんで640も MLS があるかって話なんですが、これ統一されて ID がないからですよね。一応国際的な不動産の電子取引の、まあ、普及推進を進めるための OSCRE、オープンスタンダードコンソーシアム for リアルエステートっていう団体があって、こちらで不動産 ID の標準化っていうのが、まあ、協議されています。OSCRE はですね、米国を中心とする OSCRE アメリカと、英国を中心とする PISCES、プロパティインフォメーションシステムズコモンエクスチェンジスタンダードから構成されています。で、この団体が OSCRE アジアを立ち上げようという構想を打ち出しているんですけども、まだ具体化してません。で、ここら辺の経緯もですね、また別動画にして解説していきたいと思います。まあ、日本では一層難しい不動産の ID 化なんですけれども、まあ、少なくともテックベンチャー同士だけでも ID 連携を進めていけば、それが業界標準になっていくんじゃないかなというふうに考えて、現在水面下で取り組みを進めているところです。まあ、不動産テック協会の方でもですね、情報流通部会で研究会だとか観光庁との協議も進めていますので、まあ、こちらに関してですね、進展があればまた報告していきたいと思います。本日はですね、日本の不動産データについての現状整理と、まあ、不動産 ID についての課題みたいなことを、まあ、情報にしてまとめさせていただきました。今後もですね、こうした観光庁の取り組みだったり、業界全体で取り組まなきゃいけない内容についてはですね、動画にして配信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。